翼の塔強制捜査入りましたね15区ですね補欠選挙で選挙の妨害をしたと言ってね結 こう話題になってましたよクラクションを鳴らすとかね大音量で演説近くで演説したりとかねまあこれ選挙終わってからですね今頃強制捜査って言っても意味ないですよこれねだって選挙って一回こっきりですから終わった後でね強制捜査入りますって言っても遅いですよ選挙って神聖なものですから選挙妨害をされていたらそれはもう止めなきゃダメですでまあ、本人はね言論の自由 という風に言っているようなんですけども言論の自由って選挙妨害でしてまで許される言論の自由はありませんしそれこそ人の名誉を毀損するようなことを言う言論の自由はないんですよねそうすると自由を吐き違えてますよと思います別に誰かとかじゃなくてもう選挙というのは神聖なものなんです日本は民主主義ですから選挙がちゃんと行われるからこそそこで選ばれた人が国会の議席を占めるということの正当性があるわけですよね選挙妨害がなく なかったらね、当選者が変わったかどうかそれは分かりませんですけどもこんなひどい選挙妨害が行われていてで当選したって言ってもこれも傷がつくわけですよ当選者にてだってオタクの選挙区めちゃくちゃな選挙妨害されてた選挙区でしょってことになって本来だったらちゃんとした選挙を経て当選するからそこに正当性があるわけですけどもちゃんとした選挙じゃないだって言論の自由というのを傘にして相手方の言論の自由を封じてるわけですからね。そそんな選挙区で勝ったとしてもそれは 傷者になりますよねでこれね自由って完全なななな自自由由てていいいいうののはんんででですすよ他人の権利を侵害しない範囲でおいて初めて自由があるわけなんですねこれ福沢先生がおっしゃった言葉ですけれども自由というのはね手を振り回した時に誰にもぶつからないそういう範囲で自由に手を動かすのがこれが本当の自由であってもし周りの人にぶつかっちゃうんだったらそのぶつかうところまで手を、ね、伸ばしてはいけないのだと自由は不自由なりというね。 完全ななな自自由由んんかないでですすよ自由は制限されるんですね公表の福祉によって制限されますし他人の権利を侵害してまで認められる自由もないわけですからねだって選挙っていうのは私が当選したらこういう仕事をしますっていうねだから私に投票してください国の政治をこういうふうに変えていきますってこういうことを言って誰がいいかなとでこの人はダメこの人はいいその人の人柄だけじゃないその人のね言葉としてその人のねやろうとしてる政策 国家間そういういのを見て投票すするわけですからだから本当にね、正当性のある選挙をやろうとしたならば、静かな環境で候補者がね、自分の考えをしっかりと述べる。それをみんなが聞いて、一人一人が思い思いに投票するというですね、まあそういう環境ができてこそ正しい選挙ということになるわけなんです。ですから、いきなり乗り込んでいてね、えー、騒音立てたりとか、ギャイギャイ自分のね、質問に答えろとか言っていくっていうのは、これは選挙としてはダメです。えー選挙でそういう もんじゃないですからね。今回ね、これ強制捜査入りましたよね。そしてこれまあ逮捕まで行く可能性もあります。けれども、今強制捜査できるんだったら選挙中だって強制捜査できるわけですよ。今逮捕できるんだったら選挙中だって逮捕できるわけですね。ですから、まあさすがに選挙中に候補者を逮捕するのもまたこれもですね。候補者の逮捕も <laughs>。 もうこれはその人に投票したい人の権利を奪うということになるのでさすがに逮捕まではね選挙中っていうのはすべきではないとは思うんですけれどもただこれ警告しただけですからね警告したやめないだから今強制捜査ってわけですからですから警告じゃなくてもう次は逮捕状を取るとかね次やったら逮捕に行くぞとだから選挙期間終わった途端豚箱に入るぞと。<laughs> その覚悟があるんだったら続けなさいというそのぐらいのねキワキワのね、えー、警告を出したのかという話ですよ。というわけでどうなるんですかねこれはまあ悪質性が高いということで逮捕まで行くかどうかですよねちょっと。 今後注目しましょう。これで本当に逮捕ということになればですね、抑止力ということにもなるかもしれませんからね。選挙がどうあるべきかということをですね、考えていただきたいなと思います。武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。